皆さんこんにちは、ユーロデザインの今村です。今日はですね、今話題の、スズキのハスラーに、ハスラーですよ、ハスラーに乗せていただいています。撮影はバイ、スズキの K 君です。営業さんですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、この試乗車はグレードで言いますと、この G というグレードでターボはついてないそうです。の二輪駆動の CVT、オートマ車ですよね、CVT。車両本体121万1700円と。外装色は、ごめんなさい、さっきですね、外装の方を撮影した、動画もあります。そちらご覧いただければお分かりになるんですが、クールカーキパールメタリックというものになります。でこのグレードが、二輪駆動のターボがついてない方のエンジンで CVT っていう車が、この裏のところ燃費がずらーっと並んでるんですけど、が一番燃費が良くて、まあ、アイドリングストップがついてると、G と X っていう上の2つのグレード、一番下が A っていうグレード、 A はアイドリングストップついてないんで、行けても26キロで、 G と X は、肉だったらアイドリングストップもついてるんで CVT 車が 29.2 キロ、まあ、この車 29.2 キロ、という車ですね。で、ちなみにこれ今ね、すごいですよ、789キロ、新車パリッパリですよ、すごいですね、というお車になります。なんかね、オプションがすごいんですって。さっきカタログ、これは普通の自動車のカタログなんですけど、オプションカタログって別になりまして、またこれがね、面白い、楽しめるような感じの車でしたね。じゃあ早速乗ってみたいと思います。よいしょ。ちょっとさっき試乗、ごめんなさい、内外装編でも申し上げたんですけど、視界がもしかしたらそんなに良くないのかなと僕はこの車の出た時見てて思ってたんですけど、まあ全然ご心配なく、視界は全然 OK でした。こんだけしかないんでね、大丈夫かなと思ったんですけど、ちゃんとダッシュボードが座ってる位置に対して低いですね。だから、まあ、ごめんなさい、僕の座高がすごい高いので、僕は視界で困ったことは実はないんですけど、普通に女性の方乗られたら視点が低くなりますんでね、どうかなと思ったんですけど大丈夫でした。余談ですけど、僕の場合はかえってですね、上が見えないですね、上が見えない。信号は見えてますよね。ちなみに今アイドリングストップしてくれていました。これ N チャージもついてるんですか？もちろんついてます。ついてる、あ、ついてる、はい。まあ、実際ね、カタログ中29キロ出すのは至難の技でしょうけど、まあ、20キロ前後ぐらいは行くでしょうね、はい。まあ、ちなみにうちの親がですね、去年N チャージ付きのワゴン R、 アイドリングストップついたモデルに乗ってるんですけど、街乗りでね、リッター20キロ優に超えているという話なので、やっぱり燃費はいいんでしょうね。高速乗って25キロまで行ったぞなんて喜んでましたね。まず今60キロぐらいで走ってます。この背の高さ、あと車高が高いっていうので、ふらつくんじゃないかみたいな意見を僕もちょっとネットで見たりとかしてたんですけど、ふらつきはないですね。でしょ、ワゴンワールとそんなに変わらないかな。でこの辺はですね、なんか車高を上げたからグラグラするっていうものでもないそうです。とあるですね、自動車評論家の方のメルマガにですね、そういうことではないようだというようなことが、はい、ちょっと僕詳しく分かんないですけど、実際乗ってみて、不安感を感じるような、こう、なんていうかな、不安な車ってやっぱあるんですけど、こうハンドルがね、ハンドルに合わせてこうやって、ね、頭が揺れるみたいな、そういう動きは一切ないですね。
エンジンのパワー、まあ、今時ね、そのパワー、うんぬんっていう話は ね、語られないですけど、これターボついてないですけど、遅いとかは一切思わないですね。まあ、もう全然これでいい、全然これでいいです。まあ、ターボ乗ったらすごい速いですから、2台乗り比べれば、あーターボの方が速いわってなると思うんですけど、じゃあこれで皆さんに迷惑をかけるほど遅いのかと、全然そのことないです。で、活発に踏んでいけばガーッといきますからね。一応ね、公道上の市場ですから、あんまりこう、いろんな形じゃないですけど。で、確かこれ電動パワーステだと思うんですけど、まあ電動パワーステ、真ん中でこう引っかかるっていうよく言われてるんですけど、引っかかる、まあないかあるかというとあります、それは。で、嫌かと言われると、まあ、嫌までいかないかな。ひどいのになるとハンドルまっすぐ、まっすぐ走るの大変ですからね、こう、ま、戻ってこなくて、それは、まあ、若干あるっちゃありますけど、あでもちょっとどこどこって言った時も、今大きな段差をこうどこどこどこって行くじゃないですか。で、当然この車燃費考えて軽いんでね、ボディガッチガチではないです、確かに。だけどうまいことね、プルプルプルってプルプルプルって、ゴムでこういなしてますよね。CVT の関係なんですけど、CVT 邪魔してこないので乗りやすいです。ブレーキが踏んだ分ちゃんと効くんで、結構ね CVT が邪魔してきちゃって、ブレーキを強く踏んでるわけじゃないのに CVT の方でエンジンブレーキ効かされちゃって、思ったように止まれないっていう車があるんですけど、これ大丈夫ですね。大丈夫。先日ですね、同じ鈴木の車でもう十数年前のワゴン R をですね下取りして乗ったんですけど、まあまあ走行距離10万キロも超えてますんでね、まあ、めっちゃいけないですけど、今みたいなシチュエーションの時にねグラーってきますからねすごいっすからねそれを考えたらねものすごい進歩だと思いますよ。ではここを曲がってですね、ちょっと悪路的なところを走ってみますね。だいぶ来ますからね。感想としてはうまいっていう感じです。すごいっていうのは、まあ、今のところなんですけど、フォルクスワーゲンの車と、それからこの間クライスラーの車で走ったんですけど、すごいんですよ。ボディが揺れないみたいな、足だけで全部なんとかしちゃいますみたいな感じの車だったんですけど、
さすがにね、軽自動車であそこを足だけどうにかしてる車って、まあ、僕はちょっとまだ会ったことがないんですけど、ただね、異常に振動が伝わってくるって車いっぱいあります。で、この車は上手いです。その振動のこう処理が、カードちゃんと丸い。いや、これ結構いいんじゃないですかね。基本的にはね、見た目が可愛いっていうところの車で、僕はいい、この車はいいと思うんですね。あの、本当可愛いし、で今正直お客様とお話もさせてもらってて、買いたい車がないっていう話をよく伺うんです。その中でね、あの 新型の日本車が出て、軽自動車が出て、これ欲しい、強烈に欲しいって思われる方がたくさんいらっしゃる。だからこそ10月に納車ってね、今3月から半年以上待ちになってる車なんですけど、でそういう車が超絶運転しづらいみたいなことだったら、なんか結構残念な気がしちゃうんですけど、あのこれは運転しづらい、やだーってなる車じゃないですね。見た目が大好きって言って、色もたくさん選べるしね、買ってもらっていいんじゃないですかね。ちょっとね、ターボとか、あと 四輪駆動のバージョンもあるので、まあ、それもまたどんな風に違うのかちょっと楽しみになった感じですけど、あとそうそう、マニュアル車がちゃんと用意されてますよね、これね。そうそうそう、ラインナップにマニュアル車があるんですよ。スズキの底が好き、あのマニュアルを忘れない。道を混んできたな。よいしょ。で、あとね、オプションが本当に今ちょっと営業さんに伺ってると、近年まれに見るほどお客様がオプションを選んでいかれるそうです。でも分かる、本当趣味っぽく乗りたい車だと思うんで。確かに売れるよね。まあ、車オタク的にはね、いろんなこと言いたいことはあるんですけど、ハスラーって車の性格を考えると、って気がしますよね。よいしょ。じゃあそういうことで、今日はですね、スズキのハスラー、これは見た目的に OK という方がいらっしゃったら、ぜひ買っていただいて楽しんでいただきたい車かなと思いました。そんなわけで今日の試乗動画は以上でございます。ありがとうございました。